こんにちは3月7日日本株投資戦略レポートをお届けしますす楽天証券久保田です今日の内容ですけれどもロシア株、ドイツ株急落ロシア株とドイツ株に加えもちろん日経平均も米国株も世界中の株が下がっていますでその原因がウクライナの停戦が遠のいたロシアが強硬姿勢を取っているということからロシアに対する経済制裁を世界が強めると同時にそれが ヨーロッパおよび世界の景気にもダメージが大きくなる、ロシアも世界全体も経済のダメージが大きくなるということから、世界景気に下振れリスクが出てきたと、これを嫌気して、世界の株が今、下がってきているということです。で、アメリカがロシアからの原油のまあ輸入を禁止すると。 いうような措置まで踏み込むことを検討したということから WTI 原油先物が急騰していまして今日本時間の3月7日9時40分時点で1 2 1バレル124ドルまで上がってますね一段と原油が上がったということから原油のコスト高による世界景気の悪化さらに まあロシアが輸出の中心になっているレアメタルなどの供給ができなくなれば、まあ、世界の工業生産にも影響が出る可能性もありますし、まあ、一時、早めの停戦ができるんではないかという期待もあったんですけれどもそれが遠のいたということによってロシアだけではなくて世界全体の景気が悪化するリスクが出たということが意識されて世界の株がさらに大きく下がっているという状態になっています。 この現状について私の意見をお話しさせていただくということが今日のレポート内容となります。なお今日のレポート内容を評価していただければぜひチャンネル登録をお願いいたします。いいいいねボタンもお願いいたします。それではですね、まずあの世界の株価指数の動きを見ていただきたいんですけども、今日はドイツのダックス指数を加えましたコロナショック前の2020年からの動き、簡単に振り返りますけど、コロナショックで暴落しました。 その後世界景気が急激に回復して世界中の株が上がっていったんですけどただ中でも上昇率が高かったのが世界の IT インフラを支配している GAFAM などの構成費が高いアメリカのナスダックが一番上昇率が高かった。で、まあ、日経平均やドイツの DAX というのは自動車とか機械とか製造業の比率が 高いということで、まあ、IT 中心の米国株に比べると出遅れていた、さらにです、ね、日本とドイツの共通点として、中国経済の影響を大きく受けるということがあるんですけれども、早めに回復していた中国経済が減速してきている中国の不動産バブル崩壊の懸念があるというようなことを、中国に対する不安というものが、ドイツ、日本株の上値を抑えていると。 いう側面もありましたただ、去年の10月,からです、ね、10月からはアメリカのインフレ率が高すぎるで、FRB が金融の引き締めを急ぐということから、アメリカのナスダックが大きく下がっています。これが私はまあインフレショックと呼んでるんですけども、早めに低下するんじゃないかと思われていたアメリカのインフレがどんどん高まっているということ。 それがインフレショックでことここに来て、さらにウクライナショックというのが加わっているんですけれども、ウクライナショック、停戦が遠のいたということから、ロシアに対して金融制裁を加えているということですね。ロシアの銀行を国際決済システムから除外するということから、結果的にそのロシアが貿易金融の決済ができない。 ロシアが輸出輸入ができなくなるということでロシア経済に大きなダメージがあるんですけどもそれはあのロシアから天然ガスの4約4割を依存している欧州にもダメージが大きいということですね。でさらに EU がロシア向けの貨物を EU の港を使わせないという制裁も打ち出しましたのでロシアに対する経済のダメージはかなり大きくなると思うんですけども。 それは欧州にもダメージ、もちろん欧州だけでなく、日本や世界全体にダメージがあるということです。ロシアが強硬姿勢を続ければ続けるほど制裁も強化され、それが欧州および世界全体の経済に対するダメージも大きくなるという不安で、下落が加速していると。中でもロシアの経済への依存度が特に大きいドイツの下落率が高くなっているということですね。ドイツは コロナショック前の2019年末の水準を下回ったということですけれども日本も、まあ、ドイツに比べればロシアへの経済のつながりというのは大きくはないんですけどただやはり製造業中心の国自動車産業など、えー、ロシアへの関与があるところもありますしエネルギーでもつながりがあるということから日経平均の下げも大きくなっているということです。 これ WTI ・原油先物なんですけれども、これがです、ね、3月4日までの数値を出してるんですけれども、これがさらに上昇して、まあ、足元124ドル近くまで行ってるということで、リーマンショック以降の高値を更新して、リーマンショック前の水準に迫りつつあるということが、非常な危機感を誘っているということですね。 リーマンショック以降というのは、まあ、リーマンショックで一回大きく暴落しさらに、えー、チャイナショックで下がりコロナショックで下がりアメリカでチェールオイルの増産がされてるということで慢性的に、えー、原油は供給過剰が続いてきたということで、まあ、原油エネルギー価格というのはひたすら下がるということだったんですけどもそこからあの世界で ESG という観点から脱炭素 でそれでエネルギーの開発が進まなくなる中でエネルギーの需要が増えたということで価格上昇してきたんですけどそれに原油質大国のロシアに対する金融まで踏み込むんじゃないかということで上がってきていますただ当初はですねロシアに対する制裁エネルギーは除外するんじゃないかというのはロシアからの天然ガスの輸入まで禁止してしまうと欧州欧米への ダメージも大きくなるということだったんですけれども、ロシアが強硬姿勢を崩さない、停戦が見えないということで、ウクライナの被害もどんどん拡大しているということから、制裁を強めざるを得ない、エネルギーまで制裁を広げるということになると、さらに原油価格が上がるリスクが出てきているということです。で、注目されるのはです、ね、このウクライナのこのショックによって、 今、インフレが高まっているわけですから、インフレが高まって、さらにアメリカの長期金利が上がるかというところなんですけど、これ、下がってきてるんですね、えー。下がってきてるというのは、この混乱によって世界の景気が悪化するというところまで見てるということですね。今まではインフレが高まる中でも、アメリカの景気、世界の景気は好調でしたので、まあ、長期金利が上がるという反応だったんですけど、ここへ来て、 さらにエネルギー価格が上がる不安が出てきる中で、インフレが高まるリスクがある中で、金利が下がるというのは、もうその先の世界景気の失速を織り込んできている動きというわけです。で、えー、結果的にですね、このインフレショック、インフレで金融が引き締められるというショックで下がってきたナスダックは一旦たん急反発して、 ややそこが硬くなってきてるんですけれども製造業中心の日本やドイツなどの下げが大きくなっているというところです。で、えー、とこれはあの毎回お話ししているところなんですけれども今日本の景気企業業績は現時点で良好ということから企業業績の情報修正というものが1012月期も続いたということです。 で企業行政がいい中で株が下がってきているということで、3月4日時点で東証一部の予想、PR は13.7倍に低下している、まあ、今日さらに株が大きく下がってますから、さらに低下してきているということで、このまま、あれよあれよというままに世界景気が後退期に入ってしまうということでなければ、いずれ、まあ、日本も含めて世界の株は急反発期を迎えると。 いうふうに思われるんですけども、ここについては、やはり未来を予測するということはできないので、このまま世界景気が悪化してしまうのか、あるいはギリギリで持ち直すかということをまあ慎重に見極めていなきゃいけないわけなんですね。で、メインシナリオとしては、私は世界景気が後退に入るということはないというふうに考えています。これはは予測でででなく可能性を申し上げるだけですけすども何らかの形で 停戦合意がされればそれは多分欧州あの欧米日本世界にとって必ずしも望ましい形での停戦でなくても何らかの停戦が実現しロシアに対する制裁を完全解除にされないまでもエネルギーは除外するというような話が出ればエネルギー価格が急落しそして、えー、世界の株が急騰すると急反発するということもありえます。 これは可能性としては考えなきゃいけないことで、まだこれから起こることを慎重に見極めながら判断していく必要があると思います。ちょっと私、あの古い話で思い出すんですけども、リーマンショックが起こったときですね、当時リーマンショックが起こったとき、日経平均1万2000円ぐらいだったんですけれども、 それが日経平均8000円ぐらいまで暴落していったわけなんですが日経平均が1万円を割れたときに私はこれはもう長期的に非常に良い買い場だと判断して日本株を買い増ししていったんですね当時あの運用していた年金ファンドなどで日本株を買い増ししていったわけなんですが日経平均1万円割れで買い増しをしたらさらに9000円まで下がりさらに8000円まで下がり 1>, 1万円割れで買ってしまったというのは早すぎたということで、まあ、短期的にはあまりいいタイミングで買ったということにならなかったんですがそれでも私は長期的に日経平均1万円割れというのは良い買い場だと判断をしてそれで後から振り返れば日経平均1万円割れというのは非常に良い買い場だったというふうに今言えるわけなんですが、まあ、同じように今のようなショックが起こるときていうのは 長期的な投資判断というのと短期的な判断というのがこう食い違うわけなんですけれども、外国人投資家中心に、日経平均先物に世界景気敏感株の日本株にどんどん売りが出てくるということで、短期的な下値リスクというものはこう払拭できないわけなんですが、ただ、きちんとリスクを管理して投資していくならば、長期的な会話だという判断は変わりません。 もし積み立てで日本株の投資をしているならば私は何も方針を変えずにコツコツと積み立てを続けていくべきだと思います。である程度まとまったお金があるならば時間分散しながら日本株を買い増ししていくべきだと思います。で、まあ、予想以上の酒があった時にそのゲームオーバーになってしまうようなリスクの取り方をしないでリスクを管理しながら時間分散しながら 今の買い場という局面で長期的な資産形成のための投資を続けていくということが私は大切だというふうに考えています。以上です。ご清聴ありがとうございました。なお、今日のレポート内容を評価していただければ、ぜひチャンネル登録をお願いいたします。いいねボタンもお願いいたします。ありがとうございました。